はい、復興推進課の石上です。今日はよろしくお願いいたします。はい、中野地区復興産業拠点については今年度下期の一部供用解消を目指し、現在造成工事そしてインフラ整備が進められているところであります。また工事と並行して企業誘致活動も進めており、企業立地協定を締結した2件のほか、現在約20社と立地に向けた協議を進めております。はい、就労者そして来訪者のサポート施設として整備する産業交流センター、震災事故の記録教訓などを広く国内外に発信する施設として整備するアーカイブ拠点施設、両施設とも再来年2020年夏のオープンを予定しており、今年度内の工事着手を目指し現在設計などを進めております。復興記念公園については、震災による犠牲者への追悼と鎮魂、復興への強い意志を発信する場として整備されますが、空間構成をはじめ基本的事項をまとめた基本計画が7月に策定され、今年度公園整備に向けた設計に着手すると伺っております。昨年6月に工事に着手された常磐自動車道仮称でありますが双葉インターチェンジについては、来年度2019年度末の供用開始を目指し順調に工事が進められております。また JR 常磐線も再来年2020年春の開通に向けて復旧作業が進められており、開通に合わせて双葉駅の整備も進めております。具体的には東西自由通路と橋上駅舎の整備となっております。そうですね、震災により傷んだ道路は応急復旧が完了しており、順次災害復旧工事が進められております。また上下水道については被害状況調査を進めており、拠点整備に合わせ復旧工事が行われております。電気・電話・通信に関しても各事業者と連携し被害状況の調査及び復旧工事を進めております。どなたにでも安心して居住いただけるよう、駅西側地区に生活拠点として住宅施設や住宅団地などの整備、生活関連サービスの提供に向けた環境整備を約3年半後の2022年春の居住開始を目標に進めております。はい、町民の皆様にもぜひご意見ご要望をいただければと思っております。町では現在町民の皆様の今後の生活設計や帰還の意思についてご意見ご要望などをいただき、生活支援策や町づくりについて検討するため住民意向調査を実施しております。また来月12月1日に若い世代を対象とした双葉町の未来やつながりなどについて話し合うワークショップをいわき市で開催する予定です。多くの皆様の声を反映した復興が進められるよう調査へのご協力、ワークショップへの参加をお願いいたします。今後も町の再興、生活再建、絆結びつきについて職員一丸となって取り組んでまいりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
皆さん、今月のニュースくたば特集版はいかがでしたか？お別れは10月14日、浪江町役場駐車場で行われた、しめ葉祭りの様子です。くたば町の名物、巨大だるま引きや、しめ葉千段太鼓保存会の皆さんの出演もあり、会場は大いに盛り上がりました。それではまたお会いしましょう。